はい、こんにちは。まったりおじさんゲーマーです。今日も馬娘プリティダービーを行っていきたいと思います。はい、ぼーっとしてません。よし、育成をやっていきましょう。はい、ちょっとね、ゲームの音声はちょっと下げておりますんで、どうしようかな。桜爆心王は、待って、スピードを調整すればいいそうです。なんかスピードをガンガン上げながら、スキル調整していきましょう。はい、大丈夫です。私は大丈夫でございます。はい、よし、これで、よし、体力十分でございます。あ、なんだ、有馬の馬点々がないじゃん。あ、やっぱあれかな、著作権とかの問題があるのかな。ねえ、馬、単に四つ足じゃないから二本足だから二つということか。ああ、なるほどね。それも考えられますね。スプリングステークスに出走する前にちょっとね、おいおいおい、まあいいんだけど、ストーリーが進んでます。お、そうなんだな。はい。学級委員長ね、学級委員長どうなんでしょうか。わかりませんけどね、お答えくださいってなんだろう。人望。なるほど、面白いな。面白い見解ですね。大暴論とまでは言わないけどね、面白い見解ではないでしょうか。すいません。学級委員長か。学級委員長は関係ない。そう、スピードをね、上げないといけないんですよ。ガンガンスピードを上げていきましょう。あと6ターンあるんで、でも練習のターンが少ないんですよね。こういったストーリーイベントが行われていくんでね。いいです、いいです。早く練習したい。よし、これで、トレーニングで、まだ240しかないんで、ガンガン上げていきたいですよね。はい。もうお正月か。早い。もうお正月でございます。面白いな。はい、ありがとうございます。なんて書いてました？爆心しかないんだよな。涙しそうだ。よし、練習。何しようか。はい。なるほど、そういうことか。はい、頑張ってください。さて、トレーニング行っちゃうの？よし、トレーニング来たよ。ここで、根性をつけろって来てるな。根性をつける。はい、成功。まんべんなくスキルをつける必要があるんだけれど、スピードをね、伸ばしていかないとね、勝てないんですよね。タリウマ回避。なんだ。またイベント。もうイベント、まあ可愛いんだけど。はい。まあこれが育成ゲームなんですよね。だからなかなかイベントばっかりあるんで。行きましょう。いいですね。どこに行くんですか？
あ、なんだ、ひらめいた。よしよし、絶好調キープ。いいですね。はい、なんだなんだ。藤木跡？これ寮長だよね。あ、練習か。スペちゃんとロドワーク。道で迷ってる馬娘。ドバイから来た馬娘。え？ドバイ？ドバイの馬って何だろドバイの馬娘、誰だろう。はい、ポニーちゃん。ああ、ポニーちゃんって。よし、偉くなったね。よし、トレーニング。スタミナをつけなさいということなんだけど、スピードもつけたいんだよな。ちょっと待って、一旦ヒント。スタミナ不足。スタミナ不足か。はい、スピードを上げたいな。あと4ターン。はい。まだイベント。もう、サポートカードのイベント。いろんなイベントがあるんですね。まあ、面白いことは面白いけどね。保健室？何これ？誰これ？なんだこれ？ファンタスティックな保健の先生？何？ドバイの先生じゃないよな。安心座はささみ？何それ？安心座って。ささみ？すしみ？何これ？変なの。何やこれ？針？針しか？いや、やばいよ。何のこれイベントなんだ。安心。なんだなんだ。はい。何のイベントなんだろうこれ。早く次に行きたいけどな。お、チャンスをちょうだいよって。なんだ、飛行の場所。多分ってなんだろう。何これ。何これ。レースで勝てる飛行を狙うんでしょうか。勝てるか、これであって。大丈夫か。まあ、ちょっとやってもらおうか。すごい、いったいった。あ、調子崩した。やばいね。やばいな。絶好調から普通に戻った。あ、やばいよ。もうお休みしよう。なんだなんだ。なんだ今の。普通に戻ったじゃん。
教科書はもういいです。はい。よし。ただ普通なんだよな。スタミナ不足なんだけど、まあスタミナいっか。でもスプリングステークス勝てるかな。どうなんだろう。またイベントだよ。何？ライスシャワー？走る？あ、走るんだ。頑張り屋さん。いやいやいや、あ、明日頑張ろう。っていうか、もうレースじゃん、もうすぐ。はい、頑張ってください。体力回復。よし。はい、お疲れさん。勉強になった？信頼関係ね。あ、もう終わり。よし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 。いろんなイベントがあるんだよね。あ、またイベント。何これ、レースに向けてのイベント。今年の注目馬娘。あ、バクシン王ちゃんって言うんだ。さくらちゃんと言わないんだ。なるほど。クラスメート B。はい、こんにちは。はい。あ、仲間は、あ、ちょっといいです。あ、何でしたっけって覚えてないの？そう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 、クラスメート A。はい。はい、はい、立ち位置ね。行っちゃった、もう誰もいない。雑誌を探しに行くの今から。ああ、なるほど。あ、機嫌が悪くなるの？抗議します。なんで？嫌ってこと？あ、短距離じゃん。 あ、そういうことね。クラシックちょっと距離があるからね。どうなんでしょう。ああ、これ出走って書いてるから何着になってもいいんだのかな。どうなんだろう。出走することが目標だからね。そうね。まあ来年の有馬記念か。 まあ単なるゲームなんだけれど面白いな。はい、やりましょうか。まずはスプリングステークスに出走するだけ。よし、たらスタミナんだもん。スタミナつけようか。よし、泳げ。よし、これでいいのかな？で、本番か。お、またイベントが始まったよ。イベントを開催せよっていうメインシナリオイベント。何何何何？何？何があったんでしょうか？はい。知名度が低いでしょうね。はい。はいはい。で、何するんですか？トレーナーがやるの？宣伝、大イベント。はい。何も考えてないって何？何何何何？
ハッピーメイクって走ってるのか。イベント内容。トークね、ミニライブね。トレーナーで。踊るってこと？なんだこのイベント。 なんだこれ。まあ育成ゲームだからね、こういったシナリオがあるのはまあ面白いけれど。伝えてください。同じストーリーなんでね、メインだから。違ったストーリーがあればまた面白いんだけど、同じ画面を何回も見るからね。なんだろう、天然ボケちゃんばっかり言うんだな。 よし。あら、ミニライブ。踊りか、やっぱトレーナーが踊ってる。いいね。この繰り返しじゃん。よし、イベント終了。やる気アップ。よし、好調に変わった。さあ、じゃあ本番。スキルポイントがあるけど、スキルポイントこれなんか活かせないのかな。先駆け。これちょっともらっとこうか。獲得。よし。よし。出走。よし、出走しましょう。1800。気合十分ですね。皐月賞で日本ダービーか。短距離中心。いってらっしゃい。ということで、実況は注目僕をの上げ3まし番人ょう。気、9番桜爆信号。3こ番の人メンバーの気。中でも見劣り。3番人気か。まあいいか、3番人気でもね。よし。3番人気先行でいきましょう。よし、G2。スプリングステーク。いいね。何とも言えない実況です。抜けるような青空のもと、中山レース場芝1800スプリングステークス、16人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのはミホノブルボン、1番人気です。実力は負けていません。2番人気ライスシャワー、桜爆心号。3番人気です。注目株の馬娘だ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはミホノブルボン、3番13番1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。さあ期待に応えてミホノブルボン、逃げる逃げる、早くも先頭。続きました13番、早くも激しい競り合い。差がなく3番、4番手にライスシャワー、少し離れて10番内から行く桜爆心号。すぐに続いて12番外排気シャトル、少し後ろから14番さらに内成田ブライアン、2馬身3馬身開いて6番、その後ろから4番外から外から動くか。向こう正面に入って先頭は3番、現在1番手は3番、続いてミホノブルボン13番、3番手2馬身3馬身開いて10番、5番手には排気シャトル、ライスシャワー、並んでくる12番、並んできた、さらにその外からは14番、少し離れて桜爆心号、後ろ成田ブライアン、1馬身差4番、外を通りまして6番、その外並んで動くか。2馬身差5番、後方2番手に11番、最後方8番ミホノブルボン、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーが
勝負どころ最後の直線へとかけていきます。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはミホノブルボン。この直線で勝負が決まるぞ。ミホノブルボン速い速い、もはや独走状態。追いすがる成田ブライアン、200を通過。ミホノブルボンリードは2馬身。粘る粘る、2馬身の争いは成田ブライアン、待機シャトル。お見事、ミホノブルボン着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。スプリングステークスを制しました。ミホノブルボンの完勝でした。2着成田ブライアン、3着に入ったのは待機シャトル。どうなんだろう、他の子も早かった。よし5着では認めましょう。でもよし5着でしたね。 OK でございます。ちょっとこれうっそ音を閉じ縮めて、あ、なんだなんだ、何も言ってません。なんだなんだ。よし5着、これはアップ、ブロンズまだ育成できるのかな。よしガガーン、まあ負けたのは負けたんだけどね。まあまあまあそうね、さあしょうがないですよね。でも頑張ったもんね、5着だから中盤からちょっと上がったもんね。先行追いだったら、まあ、差しだったらどうだったんだろうな。え？なんだなんだ？はい何やってるんだろうこの人。はい、吐いて、はいはい、まあダメージは大きいけどね、今回出走だけだからね、何着いないとは書いてなかったからね。そうなんですよ、頑張ってくださいよ、まだこれからなんでね。はい大丈夫です大丈夫ですって、まあ学級委員長は置いといて、まあ、短距離そう、スピード期待を、青いステークス、1200、はい、だスピード期待をか。で、何ターンかな、今度は。ターンが短いとか、はい、スプリングステークスに出走、目標達成。で、次は、青いステークスで5着いないってことだな。はいはいはい。で、何ターン、あー、3ターンか。はい、3ターンですね。はい、ということで、次はね、青いステークスを、狙っていきたいと思いますが、3ターンしか、ないんだけど、お、なんだなんだ、継承開始なったよ。お、なんかセーラームーン、セーラームーンっぽいな、プリキュアっぽいな。なんだなんだ。因子継承完了。ああ、なるほど。はあ、はいはい。ということ？面白いね。バクシン、バクシン、頑張ってください。はい、ということで、今回はスプリングステークスをやりました。次回はね、青いステークスで5着以内に入るという目標がありますんで、頑張って桜バクシン王をね育成していきたいと思います。まあスピードだよね、スピードが問題なんで、スピードをガン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 伸ばしていきたいと思います。はい、ということで今回はこの件で失礼します。まったりおじさんゲーマーでした。